はい、いらっしゃい。はい、それではランキングバトルの方、対戦の方を始めたいと思いますが、まあもうちょっと待ちましょうかね。はい、いらっしゃい。画面キャプチャー、これか。はい、こちらですね。トーナメント表こちらになっておりますが、まずはフィンチさん、オールさんの試合ですね。A の試合から始めていきたいと思います。次がユヤッポ、コタロウ、BBS、ヒヤ、ナベシ、スガニ、お侍侍、ポージュハメという形になっておりますので、よろしくお願いします。それでは、まあね、貯めても仕方がありませんので、早速試合の方やっていきましょう。PC 版ヤタガラス、オンラインランキングバトル総人の儀第4戦、始めたいと思います。よろしくお願いします。では1試合、フィンチ VS オールよろしくお願いします。あれ、オールさんが消えた。1P 側フィンチ、2P 側オウル。フィンチさんがヒナ、オウルさんがジュズマル。ただちょっとラグいのか、大丈夫か。ディレイの調整に関しては、ちょっと重そうだね。大丈夫かこれ。ディレイ2とか3の方がもしかしたらいいかもしれない。キーボードの O と P でディレイを変えるんだ。さあ、それでは1試合目見ていきましょう。よろしくお願いします。さあ、ちょっとラグそうだが、まあできないってわけでもないかな。ちょっと見ていきましょう。開幕術まで2C 当ててダメージを奪っていく。ラグはフィンチさんのヒナ、防御ツアン当ててダメージを取り返す。さあ、ちょっと術丸側ラグでコンボが厳しそうか。コパコパが厳しそう。リープ戦も繋がらない。これはチャンスと見たか。フィンチさんが防御ツアンで突っ込んでいく。ダメ足追い詰めたが抜けられてしまう。さあ、おまけがスカってリムセが当たる。何かに引っかかった。ジャンディ取ったがその後が繋がらず、またお互い膠着状態だが、防月さん空中ヒットからしっくり新月さんで拾っていって、また防月が事故って一本取っていくのがフィンチ。防月さん EX、 防月さんが空中ヒットしてしまうと相手が浮くので、そこになんなりと追撃をすることが可能となっております。さあ、ボケツさんがさっきからヒット、ここで浮かしてしまってダメージをその隙にリンチが奪っていく。ボケツさんが見えなくてしっかり支援座までつながっていく。さあ、おまけをガードさせると一応攪拌があるんですが、まあ、このラグであれば、まあ、攪拌取れねえだろうと強気に突進をやっていく。ボゲツさんが交差、ボゲツ当たって小足からまさらにジャンプで攻めに行く。さあ、お互いダコアコアで体力奪って1戦目取ったのがフィンチ。おめでとうございます。キャラ選択画面でキーボードの O と P を押すことで、ディレイの調整ができます。重い時は2か3ぐらい、3にするとちょっとゲーム自体も、まあ、やりづらくなるんですけれども、ラグディレイはまあまあ還元じゃねえ、ちょっと甘くなります。そこら辺は各自調整していただければと思います。さあ、2試合目。さあ、ゲームが始まらない。始まった。1P 側フィンチ、 2P 側オール。オールさんは1回負けたのでキャラ変更は可能となっております。さあ、キャラ変更でヒナに変えてきた。ヒナ同キャラ。
白い方のヒナがフィチ、紫髪がオル。さあ、暴月暴月、信玄山出し切ってしまって西出義時だが、信玄山暴月山、さあフィンチさんが強気の行動ガンガン押し付けてダメージを奪っていく。対するオールさん何かしたいところだが、相手の攻めはさばききれていないか。まあラグのせいっていうのもあるんだろうが、まあ、基本的にヒナはだいぶ攻めが強いキャラなので、一回相手に攻めさせてしまうとなかなか切り返しが厳しいこともある。さあ中段見えていたが、着地小足が速い、投げて一本取っていくのがフィンチ。あー、ボゲツさんヒットして、コアコア新月は繋がらない。そこに遊戯団でしっかりと押し置き。だが、ヒンチがズンズンと、前ジャンプ C で、相手にのしかかっていって、ダメージを奪っていく。だが、それを許さないオール、新炎山でしっかりと返していく。さあ、体力ヒンチ有利だが、ヒナだったらまだワンチャンあるか。遊戯団で、ダメージを細かく取っていって、さあ、少しずつだ、体力は追いついてきた。信玄ガードしたが果敢は取れず、ここで簡単パナスが押し置きはなし。さあリープを食らってしまって2試合先取したのがフィンチ、おめでとうございます。A 試合は、フィンチさんの勝利となります。おめでとうございます。さあヒナ同キャラにしたことで何かが起きるかと思いきや、フィンチさんが倒しきった。次ユヤッポ VS コタロウ、ユヤッポ VS コタロウお願いします。ユヤッポ VS コタロウお願いします。はい、大丈夫ですね。コタロウさん今回の第1位ですね。現在のランキング1位コタロウさん、これをどうにかしてユヤッポさんが倒せるのかどうかを見ていきましょう。1P がコタロウ、2P がユヤッポ。コタロウが、ジェット、ユヤッポ半蔵。さあジェットの勝率が 88.2%、 これは恐ろしい。開幕、お互い様子見しながらコパー出て投げに行くが、しっかりとブロッキング。ここでワンコン決めたのがコタロウジェット。来撃で相手の逃げを潰して、裏を投げ、裏回りからの投げは見えている。ただジェットは最近投げからの裏、表裏セットプレイっていうのが、まあ、使う人が結構多いんですが、まあ、なかなか見えづらいですね、あれ。はい、そんなこと言ってる間に、半蔵が体力は少ないが、ここでゴーディヒットしからの相手の暴れをブロックで 2HD。まあ、この辺はさすが、コタロウさんといったところ。あの、そう、お互いゲージは1ゲージ。さあ、ここで、ダッキングから何も起きなかった。さあ、なかなか大ダメージコンボはさっきから出ていないが、ジェットが隙を伺っているのか、半蔵が、ここで一体無敵技を放して、ターンを握ったが投げられて、リセット。投げて、さあ画面端が近い。5番で落として画面端を背負わせたのがユヤッポ。ここでなんとかはめ殺したいところだが、ジェットがなんか変な動きをしてワンコン決めていく。さあ置き攻めをついてくるが、コパンでなんとか対処。敵技で切り返してからの中足先ホタルが、おそらくブロを狙ったところをミスを逃さない。取り返したのがユヤッポ。さあ、これはおそらく小太郎さんが赤風呂取ろうとしたところをミスったか。さあ、しかし自分のミスをごまかすかのように開幕1回の当てて、すでに4割。これがジェットだ。さあ、画面端を背負わせられて、中足がブロカンしてコンボを決めていく。だが、EX モーズで暴れて、ターンを取り返す。中段が入って、もう一回投げて、そう、これわからないが、2D から、ナックルからの、いつものやつ。
1戦目取ったのがコータロジェット、おめでとうございます。それでは2戦目見ていきましょう。A1 P がコタロー、 2P がユヤッポ、お互いキャラ変更なしのジェット半蔵。うーうまい、 5D が金 D がヒット、相手のダッキングにちょうど噛み合った形で、ここでコパコアとよくわかんないコンボして投げて、画面足コア足重ねてからの投げはしっかり見えている。ジェットが投げて投げて、うまい、アッパーをしっかり拾ってターンを取り返そうとしているが、中足からの巻き蹴りは入らない。さあこれですね、今の問題の行動ですね。なぜかコパンをブロらせてこっちが投げることができるというよくわからないこの行動、ジェットのみに許された。さあラウンド2、さあなぜかジェットはコパンをブロッキングさせると投げとガーフ等に派生できるというよくわからないバグとは言ってない仕様かもしれない。うまい、しっかりとジャンエッシー当てるキャラゲンを狙ったのは良かったが、コンボミスってしまって、これは死なない、コンボミス、これは痛い、この機会逃したくない。ユーヤッポ半蔵、さあ研ぎ働くゲージはまだあるが、おそらく今の中足ミスの台足が漏れてしまって、よくわかんないところにナックルが刺さって、2試合先取したのがコタロージェット、おめでとうございます。カンタ強いな、でも俺ほどじゃない、そうだろ。さあ一矢報いることができなかった。さあ B の試合勝ったのはコタロージェット、おめでとうございます。さあ続きまして C のブロック C の試合ですね。 BBS vs ヒア、 BBS vs ヒア、お願いします。鍋 C さんではない、それは BBS vs ヒア見ていきましょう。よろしくお願いします。さあもうこれは因縁の対決ですね。煽っていこう。ワンピー側は BBS、ツーピー側はヒアハンゾー。うまい、スクージョからの投げ、これは見えづらい。中足の巻き蹴りか中足のスキーにしっかりとボディ差し込んで1本取ったのが BBS チャダ。投げてからの投げ重ねは避けられてしまう。さあ何もさせない、これが半蔵だ。さあ1本取り返したのがヒアハンゾー。はい、読んでいた、アップル、うまい、中足の先に投げていた。さあ EX モズからのもう一回 EX モズやっちゃうよ、それはね勝てるんです。日本ゲージ無駄になっちゃったねと言ってる間にちょっと怖いが、ちょっと安定できましょうと。あーやばい、ダッシュ投げ食らって、なんだその範囲は。手続き殺していきましょう。1戦目取ったのがヒアハンゾー。何試合目、EX モズは投げ無敵があるので、噛み合えば投げ行動には全て勝つことができます。なのでうまい、あーやばい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 、
五分状態とかの時には強気に EX モズか、ちょっとラグタが大丈夫か、 EX モズか EX 巻き蹴りかというところで強気に行動するのもありだと思います。はい、見ていた。これが半蔵のチラシトゲホタル、一本取ったのがヒア半蔵。オープン。さあダッシュにチラシがさせるんです。はい、ここからの置き攻めが半蔵の持ち味。すまんな、試合選手したのがヒア半蔵。これがキャラさか。主催だからって俺は手を抜かないんだ。さあ続きまして、鍋 CVS スガニ、鍋 CVS スガニお願いします。鍋 CVS スガニお願いします。はい、 BS さんありがとうございました。では鍋 CVS スガニ見ていきましょう。さあこの試合なかなか珍しいかな、俺見たことないかもしれないですね。1P側鍋 C、 2P 側スガニ。鍋 C がエイジャー1963戦 VS スガニ2794戦、クローだいぶやってますね。さあ対戦数はスガニさんが超えてますが、対する鍋 C エイジャー、よくわからない連携をしてくるでおなじみの鍋 C エイジャー、それに対してクローがどう勝ち込んでいくのか。うまい、しっかりとジャンシーからコアダイヤシつないでいった。ゴエザンは下段で潰していく。さあ一回ジャンプが取って勝利拳がからの画面端でガーフがヒット。さあスガニーペース、置き攻め勝利。これはギルティギアのソルか、一本取ったのがスガニー。さあ中足からの投げて小足重ねてからダイパンはしっかり押し置き、ここで鍋 C がワンコン決めていって画面足、ここからのエイジャの連携が見ものだ。あー、サブられてしまって中足からの EX、 さあうまい、しっかりくじガラス決めてコンボも落とさない。鍋 C 体力は残りわずか、これでいけるのか。エイジャも火力はまだ高い方なので、痛い指導が入れば減るかなといったところ、ジャンシーがここでカウンターヒットからのジャンシー、これはでかい。さあ分からないがうまい、フリを背負ってからの無敵技、無敵技、これは顔真っ赤。取り返したのが鍋シエイジャー、大胆な無敵技はヤタガラスの特権。さあ、ゴシーゴシー、さあ、これ、立ち回り EX 超え。これが、いやらしい。さあ、振りを背負ってからの EX 超え。これがね、分かっていても手を出してしまう。あれをやるとね、相手のね、イラつかせるというか、顔真っ赤にさせることができるので、エイジャ使いはぜひ、ね、やっていきました。ここで今後つけて、置き攻めは、さあ、一旦仕切り直し。さすがに側先ほどと打って変わって体力残りわずかながしっかりとコパコパからのうまいブロッタがここでやり返していく。さあブロッキング激しい、昇竜さあ激しすぎる、波動拳に相打ち OK、 鍋しエジャー1本選手、1試合選手おめでとうございます。さあ2試合目見ていきましょう。鍋 C スガニー、
ワンピー側ナベシエジャ、ツーピー側はエナスガニクロウ。さあ今稼働拳は当たってしまう。さあダッシュダッシュ、エイジャは歩き速度は遅いんですがダッシュやバックステップは速い方なので、それを使って投げて崩すっていうのもありですね。ああここでめくって昇竜拳からの波動を重ねて大パン、うまい相手の対空にゴエザン。さあ体力はスガニー側ちょっと有利といったところか。さあガシガシとダイパン当てて激しい試合になっている。さあうまい、しっかりと下段をブロって EX 昇竜拳まで決めて一本取っていくのがスガニークロウ。ガードさえしなければ読み合いが発生しないよと、ブロればええんやと、しっかりとスライディングをブロっていく。コアコアからのワンコン決めて混合をつけて、ここでワン、さあガードクラッシュが近くなる。これがエイジャの強み、混合をつけると、派生技の回数が、派生できる回数が増えて、さらにブローられても派生することができるということで、ガンガン必殺技を使って押すことができるようになる。なのでとりあえず混合がついているだけで相手にプレッシャーを与えることができる、なかなか強い技ですが、その混合もわっ、さあ赤風呂からの波動を重ねて浮き船おしゃれ。さあここで殺しきりたいスガニークロウだったが、うまい大エース、あーさあ全てを無にするこの家都合へ取り返したのがナベシエイジャ。首の皮一枚、死ななきゃ安い。さあここでスガニー取れないとなかなか厳しいが、ゴエザンがハイジャンプカウンターして大ダメージ。さあゴエ多めにしている戦法が吉と出ているか、あーでもブロられるとこうなってしまう。画面勝利圏から置き攻めは様子見、スライディングはガード。さあスライディングでガンガン横押ししていくのがナベシエイジャ。それに対してちょっと対処しきれてないスガニークロウか、あーっと激戦が当たる。うわ危ない、中足で相手の中段を潰す。さあガークラからスライディングピヨって、これは終わりでしょう。ナベシエイジャ2戦選手勝利となります、おめでとうございます。勝利したのはナベシエイジャ、おめでとうございます。さてじゃあこの枠でもう一回いけるかな、いいですね、いいの試合いきます。お侍侍 vs ポジハメ、お侍侍 vs ポジハメお願いします。はい OK ですね、それでは、試合見ていきましょう、よろしくお願いします。ワンピーガーポジハメヒナ、ツーピーガーお侍侍ヒナ、まあこれはもうおなじみですね、お互い昔から、昔からというか AC 版でずっとヒナを使っている、2人ですので、まあ同キャラ戦と。さあずっとねよく2人で対戦しているからなのか、戦い方もね最近なんか似てきたような感じで、なんか割とどっちが勝ってもおかしくないっていう感じになっていますが、ポジハメくんはここでお侍侍倒せばプラスのポイントとなりますので、ぜひここで一瞬報いていただきたい。うまい、下段ブロってしっかりコンボ決めて拾っていく、だがラストは決まらなかった。ちょっとしま、あーここでガクラからの一線コースは間に合わないが、最後にブロッキングをしようとしたところはミスったのかな。一本取っていくのがポジハメヒナ、あそこはガードしてても多分削れなかったんじゃないかなとは思うけど、投げて、さあ赤い方がポジハメ、紫、あ赤い方がお侍侍、紫の方がポジハメ。
パみたいなスパイダードショーは。すいません、一旦映像止まっちゃいました。さあ、そこで行ってる間にお侍侍が取り返す。いや、不正はなかったよ。さあ、ピーガーはポジハメ、次がお侍侍。さあ、ここでお侍侍ワンコン決めて、すでに残り火力は5割だったが、ここで簡単に算。今、リープがヒットからのしっかり死ねざまで繋いでいく。あーっと、一線交差入れ込んでしまって、これは減るでしょう。一戦目取ったのがお侍侍のヒナ。いや、あんたはここで消えるんだから何もなかったことになるよね。それでは2戦目よろしくお願いします。ピーカーお侍侍、ツーピーカーポジハメ。うまい、相手の飛びに対して遊戯山を当てていって大ダメージ。さあ、ポジハメヒナがガンガンと横押しをしていく。さあ、支援ガードしたが何も消去ができない。これは痛い。さあ、西ブロッテからのフルコン決めて一本取っていくのがお侍侍。ここはポジハメヒナ落とせないところだが、さあ、シエンザンのスカに対してコンボを決められないのが痛い。さあ、ヒナのこの振り上げる 2C ですね、 2C が当たってしまうと大ダメージになりますんで、これに当たらないように対ヒナ戦は立ち回っていきたい。あっと、リボーゲツさんが空中ヒット、だがコンボは最後まではいけなかった。さあ、これはフルコンがミスってしまう。これはツコン、うまい、シネズン当てて削っていくのか。さあ、ガクラから何もできない、もったいないが、これは削れない。さあ、ちょっとダメージ管理が甘かったか。2戦先取したのがお侍侍。あんたじゃ無理ね、背負ってるものが違うもん。さあ、今のちょっと惜しかったですね。せめて遊戯山キャンセル一戦、おまけキャンセル一戦だったらもしかしたら減っていたかもしれない。はい、ということで、お侍侍が勝利となります。はい、では次の枠からですね、ラウンド22回戦の方進めていきたいと思います。あれ、次簡単で減ってた。若王子ルイ VS フィンチ、よろしく、次の枠からよろしくお願いします。はい、次枠でお会いします。バトル総人の儀4戦、対戦の方、続きの方をやっていきたいと思います。次の試合ですね、若王子ルイ VS フィンチ、若王子ルイ VS フィンチとなっておりますので、両者準備の方、あ、大丈夫ですね。はい、じゃあ、1分ぐらい経ったら、もうちょっとだけ経ったら、試合の方開始していきます。はい、いらっしゃい。はい、じゃあ自動ツイートもできたということで、それでは続きの第2試合言っていきましょう。若王子ルイ VS フィンチ、よろしくお願いします。1ピーガーは若王子ルイ、2ピーガーはフィンチ、キャラは若王子ルイがジェット、ピンチがヒナ。さあ、お互いキャラランクはかなり上の方のキャラとなっていますので、なかなか熱い試合が見れるんじゃないでしょうかといったところで、開幕遊戯からおまけがヒット。
だがジェットのワンパンでこのダメージ、ここはここは支援算しっかり決めて、まあ、体力はフィンチ有利。さあお互い横押しがなかなか強いキャラなんですが、さあボギさんは見えているがコアコアがつながってしまう。コアコア支援算、防御算が見えなくて1本取ったのがフィンチ。さあ開幕1点で取ってしっかりフルコン決めて、置き攻めに下段が取ってダブルアップ、これは痛い。開幕7割これがジェット。さあこの体力差覆すのはなかなか厳しいかといったところでボケツさんがヒット。さあコパンコパン大足としっかりと連携を決めていって取り返すのが若王子類のジェット。投げて、さあ新演算ブロってからのゴーリー指導、これは痛い。さあここで LGJ つけていった。さあ LGJ 中は基本的にこう必殺技の判定が特殊判定になるのでコンボが伸びますよというところで解説してる間に若王子類が取っていった。さあそれでは第2試合見てみましょう、よろしくお願いします。あちょっと待って、一旦これ禁止、一旦中止でお願いします。なんか感染ができないやつだ。見せちゃいけないやつではないけど、見れないやつだね、対戦が。はい、それでは2試合目改めて見ていきましょう。ちょっと待って、なぜか若王子類さんの設定が変わったくせえぞこれ。そんなことってあるのか、なんかホストできなくなってるな。感染ができないのか、ホストはできるけど感染ができない。フィンチさんをちょっとホストで。はい、若王子類さん、もう一度お願いしまーす。ちょっとね、なんか今、感染ができなかったんで、じゃあ次はフィンチさんをホストで立ててみましょう。はい、できるかな。大丈夫ですね。はい、じゃあ改めて、2試合目、若王子類 VS フィンチ。若王子類が 1P が 2P がフィンチ。よろしくお願いしまーす。キャラ変更はなし、必殺技はジェットが FHJ の強化、 2P 側フィンチが一線交差強化を選択。開幕イーザンをブロっていく。さあ読んでいたか、次ザンをディープで避けた。さあガンガン攻めていくのが若王子類ジェット。だがフィンチさんもここで痛いミスをしてしまって、投げて画面足と思ったら死んだ。取ったのが若王子類。
開幕防御さん。アンコン決めるのが若尾ジェリーからの置き攻めいったが小足で追い払っていく。さあ防御作っちゃう人からのしっかりと追撃。ナックルハイジャンプカウンターで大ダメージ。腰腰あーっと防御にジャンプ攻撃が刺さってしまった。さあ防御さんがコマンド出ていないのか、ジャンプ C がちょっと増えているフィンチさんですが、防御は見えない、これは見えないだが投げて取っていったのが若尾ジェリー、おめでとうございます。人生に寄り道があっても近道はない、試験に出るぞ、覚えておく。さあ2試合選手が、若尾ジェリーとなります。ありがとうございました。それでは続きまして、コタロー VS ヒア、コタロー VS ヒア、よろしくお願いします。コタロー VS ヒア、お願いします。さあ、ここは1位と2位の対戦ですね。はい、よろしくお願いします。がクソ高いんだか、どういうことか、大丈夫か、大丈夫じゃなさそう、見え方が変だったらしい。ちょっと重いっすね、ほんとこっちと相性悪いなと思ってたら、まあできなくはないかなといったところか。投げて、うまいからの表、ターボ1、あれもったいない、そレッドナックルが引っかかって一本取り返すのがコタロジェット。さあラグでもつなげられる、あべ、ダメだ。あー、今のコパンでよかったですね。さあ、リープが当たってしまって、一本と、一戦取っていくのはコタロジェット。やっぱいいぜ。ラグが。安定しないですね。にしてはよくこんだけできるよなと思うけど、
海外やな。大体海外と一緒。逆にこれこんだけできるんだったら海外勢ともやったらできると思う。これ別に入力にラグがあるわけじゃないか。やばい。あー雷撃ミスはこれはダサい。デフォルトが70ぐらいって言ってたからね。それはそれですごいよな。さあ、そんなこと言ってる間に取り返されていて、はい、しっかり2段ブロー。さあブロってもこれがある。1戦目取り、2戦目取り返したのがヒアハンゾータンピング20ピン20とかね、よくわかんない。さあ、いい力。ああ、アッパーが強い。ああ、出ない。トーキホタルが出なくて、一本取っていくのが、コタロージェット。一生出ないなこれ。ああもういろいろと出ないがまだやれる。分かんなかったが、最後はコタロジェットがしっかりと中列差し込んで取っていったのがコタロジェット。おめでとうございます。人生に寄り道は。さあ続きまして、じゃあ次はヒヌカンタカシ VS ナベシ。ヒヌカンタカシ VS ナベシお願いします。あさんとはね、ランクまでもね、結構40代とか出ちゃってたから。まあ、相性が良くないんだと思うんで、ね。さあ、それでは見ていきましょう。1P 側はヒヌカンタカシ、2P 側はナベシ。さあ、タカシはコウを選択、ナベシはエイジャー。まずはこう出していって様子見といったところか。さあひたすら波動開幕。こうに関してはクロウよりも波動拳は使いやすいので、まあなしではないが相手にゲージを与えてしまう形。さあナベシエイジャがどんどん波動拳をブロってゲージを貯めていく。だが結
果的に見ればダメージを取っているのが日向隆。さあそこでナルシーがぶっ込んでいく。ここで今後をつけてこう昇竜拳を漏らししてしまってワンコン決めて置き攻めは豪栄をブローらせてからの力戦だ。さあこれができるのが今後新ゴースト。この技を使えるかどうかでエイジャ使いの強さは決まると言っても過言ではない。ラベシ1本取っていく。開幕歩き投げ、じっくりとこうがうろうろと相手の隙を見ながら立ち回っていく。飛びを取って投げていく。さあここで一瞬固まったがまあセーフ。投げてコンパ重ねていくが、ここで西からのコンボは痛いぞ。防衛山からの力戦弾から大足。さあ今後を一回つけた後も展開が早いだが、ああここでガードクラッシュを狙ったか。 EX 防衛山で全てを投げ払っていって攻め取っていったのがナベシエージャー。それでは2戦目見ていきましょう。まあ、ピガーヒヌカンタカシ、ツーピガーナベシー。ヒヌカンタカシがキャラをクロウに変更。変更、そして黒はクジガラスの強化。キャラ衣装的にはクロウがやりやすいという話を聞いたことがあるけれども、さあどうなるのか見ていきましょう。ジャンプが通ってからの投げ、これはずうずうしい。ここは台足からのワンコン決めていったのがナビシエージャー。これで体力はほぼ5分。譲り歯をガードさせてからの強気の投げ。あ、譲り歯がさすがに今回は逃さない。ナビシーがワンコン決めて置き攻めはジャンピー重ねてからの着地壊し、これは見えづらい。1本取っていったのがナビシエージャー。アコアからのワンコン、体力を高いでかい攻撃は入っていないが大パンが入る。さあ EX 波動の出際にスライディングで押し置き、着地投げ。ここで混合をつけて置き攻めはコパンで落としてからの勝利を読んでワンコン決めていったが空中くらい。あガンガン、あーガードクラッシュは重なっていない。さあ体力ほぼ5分だがゲージ有利は手に抜かんたかし。おっと歩いて投げに行く。うまい中足体育、ここで京都崎ぶっこんで昇竜から浮き船、これはわからない。中足さあガードさせてもほぼ五分の EX 竜巻をガード、おっとここで波動を重ねてタイヤ、ダイヤ足が刺さる。首のパーつながったのが日向隆。家庭用に関しては PS4 マウントビーターに関してはこのバージョンではないのでご注意ください。アイジャとかアズールとかがいないバージョンになりますので。さあここでナベシーが体力より取っているが中足対空、これうまい。あっと中段のスカリに技を当てていったが
ただ体力有利は引き続きナビシーが有利。大江山で拒否ってからの猛き攻め中足、これがブロカンして2戦先取したのがナビシー、おめでとうございます。はい、それでは続きましてですね、そうです、お侍侍 vs ひよこをお願いします。お侍侍 vs ひよこ、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですね。ではよろしくお願いします。ワンピー側がお侍侍、ツーピー側ひよこ、キャラはシモを選択。さあ、ヒヨコシモはね、だいぶかっこいい連携とか決めてくるので見応えがあるシモですね。さあ、姉妹対決よろしくお願いします。さあ、じゃあ開幕ジャンビーからの新演算、うまい、新演算をしっかりブロってヒナの好きにはさせないと。さあ、ヒヨコの攻めが止まらないが、いい、新演算も刺していく、うまいですね。ヒナの攻撃の外からしっかりと攻撃当てている。ここで防御、防御からの中足で締めて、防御は見えなかったがコンボミス。 4D を刺していく。1本取ったのがおさまり侍。防御はガードして投げる、着地防御、これはずずしい。さあ、進行演算は見えない。まあ、リープさせたが繋がらず、進演算ガードして、これはワンコン。さあ、かっこいいコンボはミスってしまったが、ここで進演算をブロっていった。おっと、相手の列儀に対、うまい、ジャンプ 2C を上から当てていって取り返すのがひよこしも。さあ、ファイナルラウンド。あっと、ここでミスってしまったが、こっちでも投げ見えている。さあ、ボケツさんがカウンター、しかし防御は見える。あーっと、西相打ちはしっかりと追撃ができる。まず1試合先取したのがお侍侍。法を乱すやから私が見逃すわけないでしょ。では2試合目見ていきましょう。3P 側はヒヨコ、 2P 側はお侍侍。さあ、ヒヨコはキャラをアズールに変更。さあ、アズールのキャラ変更がどう出るか。中足をぶられて新山、画面端を背負っているのがヒヨコだったが、ここでレップを巻いて少しずつラインを押し戻していく。うまい、裏回りからの投げ、これは見えづらい。さあ、画面端でガンガン固めていく、これがアズルの強み。そして相手が新演算打ちそうなところでしっかりと後ろに下がる、引き際もしっかりとわきまえてるヒヨコ、アズルなかなか強い。熱風拳をガードさせてしまって、ガードさせてヒヨコが選手。さあ、このアズル強いぞ。さあ、レプーケン、さあ、支援座もしっかり読み読みからのフルコン決めて、置き攻めは、これは見えない。だが、おさむるため負けていない。画面端を背負わせて、ガン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 横押しをしていく。ここでなんとか画面中を戻ってきたのがヒヨコアズール。
さあこうジャンプ D を巻きながら、さあ後から追ってきた烈風拳が当たる。だが烈木山をガードさせての小足当たってしまって、取っていくのがお侍侍。さあファイナル、攻撃は見えている。そしあっと弾が当たってくれない、裏切った。アズールが裏切って投げすかにリープからしっかり先行さまで決めて大ダメージ。リープが投げすかにかかってしまって、すでに虫抜き、こう悪行は重ねられて、2試合選手はお侍侍、おめでとうございます。弱者はいらない、秩序のためなら無理も通す。いや、あんたはここで消える。さてこれでラウンド2、2試合目が終わり、2戦目が終わりですね。じゃあ次枠でラストの、準決勝から三決決勝と見ていきましょう。はい、それでは次枠でおそらく終わると思いますが、次枠でお会いしましょう。はい、それではエタガラス AC オンラインランキングバトル総人の儀準決勝からのスタートとなります。まずは若王子ルイ VS 小太郎、若王子ルイ VS 小太郎お願いします。若王子ルイ VS 小太郎お願いします。はい、大丈夫ですね。ではちょっとだけ待ってからスタートしましょう。はい、それではよろしくお願いします。こっちか。1P が若王子類、 2P が小太郎。さあキャラはお互い両キャラのジェットを選択か、強化もお互い FHJ を選択。 1P が若王子類、 2P が小太郎。さあ検討の時間が始まる。コン決めたのが小太郎だったが、ここでコンボを見せてしまう。ちょっとラグいか、投げてうまい、ジャンプでしっかりと相手の隙を、おっと内科されてる。さっきから画面端がくるくると入れ替わっている。さあまた入れ替わって投げていったのが若王子類。あー、ここでプロカンで若王子類が一本選手。さあラウンド2、投げてうまい、カーに差し込んで相手の投げに対して垂直ジャンプを置いている。しっかり縁でつないだのが小太郎。画面端背負わせてコパンで固める。中足からのアッパー投げてコパコパコパで割っていって取り返したのが小太郎ジェット。まあ、リープで投げは抜ける。さあ激しいブロの取り合い。投げてさあキンディが入ったが、ここでしっかり中足からのナックル FH、 基本3段が大ダメージ取っていったのが小太郎ジェット。あばよ、やっぱいい筋してるよ、気に入ったぞ、戦闘を覚えてみようか、あんたなら世界を。それでは2試合目見ていきましょう。ワンピーが小太郎、次が若王子類。
さあ開幕痛いのが取って、すでに若尻体力5割さあこれがボクシングだと、あっとここでストレートからのしっかり縁締めて、裏回り小足がブロカン1本取っているのがコタロジェット、小尻ここは落としたくないが、チャンビを重ねたがブロッキングして投げられてしまう。投げて、おっとうまい、ガーコンボは見せてしまう。それでごまかして、あ今のもったいねえか、ここで LGJ を使ってみたものの相手の飛びが重なっていて2戦先取したのがコタロジェット、おめでとうございます。やっぱいい筋してるよ、気に入ったぜ、戦闘を覚えてみるか、あんたなら世界を狙えるぜ。はい、勝利したのが、コタロジェット、おめでとうございます。では続きまして、お侍侍 VS 鍋氏、お侍侍 VS 鍋氏お願いします。はい、この戦いもなかなか面白そうですね。何か起きるのか見ていきましょう。ワンピーが鍋氏、エイジャーズ、ピーがお侍侍ヒナ、これ鍋氏がお侍侍を倒すとボーナスポイント、さらに3位までが確定するので、大量ポイントが期待できます。だがお侍侍それを許さないと、ヒナでガンガン攻めていく、あスライディングと EX 防御が交差する、あーっと防御が当たってしまってしっかり CM まで決めていく、次座も当たって 4D も当たって激しい攻守がお侍侍を勝利に導く、一本取っていったのがお侍侍、開幕 EX 力戦団ほら中級、サイジャがちょっと攻めづらいか、うまい合死させていて、さあ防御空中ヒットからしっかり逃さずに防御でペッタンペッタンして、サイジャはなんとかチャンスを作りたい、ガーガンガン横押し、これはエイジャが辛そう。さあここで今後つけて何かが起きるのか、さあ深淵で削りきれなくて、あーいい、ちょっと遅らせてからの EX 防御じゃない EX 支援、これに見事引っかかってしまって一本取っていったのがお侍侍、背負ってるものが違うもん。2試合目、ワンピーがお侍侍、ツーピーがナビシ、さあここでナビシ取り返せるか、あっと支援、これはチャンスになる、ゴーシーが相手のジャンプに引っかかって、さあナビシがゴリゴリとヒナのダメージを体力を奪っていく、刀のリーチは俺の方が長いと、おし、ああ、ここで西指導、これはでかい、混合をつけて、コアコアからしっかりワンコンを決めて、取っていくのが鍋氏。あ、これはチャンス。あれ、次さんがブロカン、これがあるのはひなせん。深淵の隙にワンコン決めて隙を逃さない、ナビシエイジャーこれは強い、
さあリターン差で勝ってるのはナベシ。さあ無理に攻めずに相手の隙を狙っていくスタイルか、ダブルスライディングをぶっ込んでいく、この緩急のつき方がやはりうまい。さあガークラー力戦、しかしちょっと安かったか。さあのらりくらりと 2D 中足でピオらせて、ナベシ2戦目取り返す、これはいい、いい流れ。さあ次で全てが決まります、お侍 VS ナベシ、3戦目見ていきましょう。さあこの句お互い長い技を振り回しつつチャンスを狙っていく、ゴシがヒット、ファーストアタック取ったのがナベシ、だがガン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 攻めていくのがお侍侍、うまい、相手の遊戯山の隙にスライディングを刺していった、 X 護衛山1回。さあお侍侍ガードクラッシュは光っているが、うまい、ガークラ狙いのゴシに対してブロッキングでしっかりと相手の裏を書いていく、コアコアがブロカンして、これはコンゴコン、コパンで落として中段、これは見えない、一本取っているのはナベシ。さあ位置をかけたのがナベシ、開幕中足、暴月はそろそろお仕置きだと見えてんだよと拾っていく、だがそれを見越してお侍侍が投げ多めに使っていく、あーっと支援が使ってしまってワンコン決めたのがナベシ、ここで一回距離を離すが暴月はそれを許さない、近づいてくる、もう静かに暴月、さあ暴月がうまく機能してますね。さあスライディング先端をガードさせて、あっとちょっと怖い展開だったが、さあ2回チャンスを逃したのはでかい、痛いか、ナベシが取られて1-1。母親巻き撃戦が当たる、ゴーゲツクーチョヒット、これなんです、こいつはゴーエで返して投げて上りボールからクルコン、体力はお侍侍が有利、次からボケスは当たらなかった、ちょっと怖かったが、おっとうまい、投げを潰していく、あーボケスがヒットして深淵にヒット、これがヒナ、勝利したのはお侍侍、秩序ためなら無理のコース、いやあんたはここで消えるんだから何も。さあ結局1位2位が揃ってしまった、だが先に3決やりましょうか、若王子ルイ VS ナベシ、若王子ルイ VS ナベシ先にやりましょう、先に3決やります。さあ3決若王子ルイ VS ナベシよろしくお願いします。はい、すみません、ナベシさんちょっと連戦になってしまいますがよろしくお願いします。3決見ていきましょう。ワンピーがナベシ、ツビが若王子ルイ、さあ先ほどキレキレの動きを見せてくれたナベシ、タイジェットもやっていけるのか、投げて、さあな若王子ルイ投げ返していったが置き攻めは EX 防衛で拒否、さあ激しい投げの応酬、うまい、
2D からしっかりダッキンコンボを決めていく。原のスライディング 5D しっかりコンボ決めていって取っていくのがナビシー。ライディングから投げ、 EX 越えを縦にして投げで攻めていく。強気な逆二択。スライディング当てて EX 越えは読んでいた。さあ横ジルイジェットなかなか大ダメージつながっていない。豊富なゲージを使っていきたいところだが、ここでガークラ1回勝利したのがナベシエージャー。我はこの世界の全てを愛し、もちろん気候のこともだ。なんか OBS が今止まってみたいですね。はい、続きまして2戦目見ていきましょう。ワンピーが若王子ルイビス、ツーピーがナベシー。中野区 5C 鍋シヒト 2C ジャンシー 5C さあ単発ヒットでこのダメージ。これがリーチキャラ。さあ次はピヨってしまう。なんか OBS の調子が悪いみたいで、ちょっと勝手に止まっちゃうことがあるんで申し訳ない。基本的には止まっても3秒ぐらいにはすぐ復帰できると思うのでご了承お願いします。そのナベシーが今後つけてピヨらせて、これはいやだからさ、ピヨ時間が少ない。さあ入れ込んでしまって取っていくのがナベシエージャー。おめでとうございます。我が国の自滅艦すでに動き出し、これを最下を大圧する。はい、それでは3位は、ナベシージャとなります。おめでとうございます。それでは決勝戦、ヤタガラスオンラインランキングバトル決勝戦の方をやっていきたいと思います。決勝は小太郎 VS お侍侍、小太郎 VS お侍侍。それではよろしくお願いします。
P側はおさむれじゃない、次 P が小太郎。さあ回戦は問題なさそうですね。万全の状態で対戦してもらいましょう。よろしくお願いします。さあおさむれじゃないはヒナ、小太郎はジェット、お互いやり慣れたキャラ。投げていくのが小太郎ジェット、ここで裏回ったが特に何もできず。さあここで一回カニが当たって、だがひなも小足で相手を寄せつけない。西はしっかりブロって押し置き、 FHJ 削っていって一本取っていくのが小太郎ジェット。さあ侍侍、これは負けてられないか。相手のジャンプ攻撃をブロって投げる、遊戯座も当たるし暴月座も当たる、投げも当たる、西も当たる。さあお侍侍乗ってきたか、しっかりおまけまで決めていく強気、ストレートを使ってしっかり相手の果敢を抜ける。小太郎うまかったがしっかりとお侍侍が逃さない。開幕ブロー、あーっとうまい、遊戯山から一線交差決めて大き攻めは中足だが、小太郎はコンボを見せてしまう。これは収まるためのチャンス、ここで決めきれればその先がだいぶ楽になるが、小太郎がそれを許さない。コンボミス、ブロってからの防御さん投げて川にが当たる、 FHA 決めて大ダメージ、中段が当たってしっかりコンボつないで、これでダメージはほぼ5分。大きい攻め、投げが取って1本取って1戦取っていくのが小太郎ジェット。さすがの小太郎ジェット、1回大きい攻めに入るとリターンがでかい。それでは2戦目見ていきましょう。さあここで小太郎が勝利すれば優勝、お侍侍が勝てば最終戦にもつれ込みます。1P側はコータロジェット、 2P 側はお侍侍侍ヒナ、ここでちょっとラグが発生した。これをピンチと取るかチャンスと取るか。さあお互い固めに立ち回っているが、投げスカに対してリープが入っている。ヒナがダメージを取っていく、墓穴は見える。西垣とこれはしっかりコンボができない。赤ブロからしっかりと 2D 簡単山まで決めていく。体力有利取ったのがお侍侍のヒナ。ガード割ったが何もできず、これは痛い。投げて大きい攻めは深淵山で削っていく、一本取っていくのがお侍侍。さあここでワンコン決めていくのがお侍侍。投げて裏回り下段はしっかりと下風呂で取っていたが、お互いじりじりと、うまい、ブロってしっかりとコンボ決めていくのがお侍侍。押しがヒットして遊戯山をブロってからの、さあ小太郎ここで取り返すことができるのか。壊し重ねたがコンボにはいけず、ロンディがヒットして、あーっとこれは怪しかったが削り切れず、2戦目取り返したのがお侍侍。さあこれでお互い1-1となりましたね。さあ分からなくなってきました。それでは最終戦見ていきましょう。1P がお侍侍、 2P が小太郎。ラグは治った感じですね。
さあここでワンコンからジェットがお得意のコンボを決めていって、だがひなを負けていない。投げて画面端に追い詰めている。中段は取らない。対空支援座は2段。あーっと裏回り中段コーラーズ太いがヒットしてしまう。表裏タックは見えている。防御は見えずにワンコン決まって、体力は未だ小太郎有利。あーカブロでユキさん取って取っていくのが小太郎ジェット。さあラウンド2、さあこれで全てが決まる。 2C 右、リープを、あっとリープを空中ブロってからの支援座も読んでいる。さあジェットが大ダメージ取って残り体力5割だが、お侍侍もここでコンボ決めていく。ゴゲツさんは読んでいて、さあ FSG 壊し壊し重ねて、あー中足がブロカンしてしまって、優勝はコタロージェット、おめでとうございます。危ない危ない、死ぬかと思ったな。だが俺ならあと半歩しない。はい、それではすべての対戦が終わりまして、結果の方を見ていきましょう。はい。ちょっと時間も少ないんで、ちょっと早めに行きたいんですが、よいしょ。さあ優勝が小太郎、おめでとうございます。続き、あ、まず3位ですね。3位、鍋氏、おめでとうございます。ラストは、まあね、お侍侍さんとのかなりの接戦をしてくれましたが、結果鍋氏が3位となりました。続きまして、第2位、準優勝がお侍侍、まあこちらもねランキングの上位なので、まあまあまあもちろんこのぐらいの順位で取ってくれなきゃね困るよねってとこですね。そして優勝は小太郎、おめでとうございます。さあ小太郎さんもね今ランキング1位なので、まあ、このままこの勢いをどこまで続けることができるのかといったところで、それでは今のランキングの方を見てみますが、こちら前回のランキングなんですけれども、小太郎さんはプラス今回4ポイントなので、まあ、ぶっちぎりですね。で、続きまして、お侍侍さんも、プラス3ポイントというところで、まあ、まだ2位にいるよといったところですね。で、3位の鍋氏さんに関しては、お侍侍さんに勝てればプラスポイントだったんですが、まあ、残念ながら、今回はプラスのポイントなしということで、2ポイントですね。なので、結果、鍋氏さんは5ポイントとなりますが、ヒヤが、7ポイントプラス、今回の参加点1となりますので、結果、順位自体は変わらないという形ですね。1位、小太郎12ポイント、お侍侍10ポイント、ヒヤ8ポイントということで、8、10、12とだいぶ、1位、2位、3位もね、差が出てきましたので、ここはちょっとね、どうにかして誰かを蹴落とすとかね、していかなきゃいけないところですね。で、4位が、5ポイントで、鍋しーさんですね。4位が鍋しーさんが来ましたので、ここで鍋しーさん次優勝を狙って、ぜひ、ね、優勝争いに食い込んでいただければと思います。はい、新しい、ね、ランキング表に関してはまた後ほど更新して、Twitter 等で、共有いたします。はい、それでは本日のヤタガースランキングバトルはすべて終了となりますが、次回の開催に関しましては、次は10月入ってからですね、10月3日土曜日、21時からの予定となっております。
またね、もしね、誰か、自分のコミュニティで、ランバトやりてえとか、運営やりたいっていう人いらっしゃいましたら、ぜひ声かけてください。まあ、基本ね、俺が始めたことなんで、責任持って俺がやろうとは思ってるんですが、なんか他のコミュニティとかで、やりたいっていう人がいれば、なんかそっちでやってもそれはそれで面白いので一声かけてくださーい。なんかランバトやりたいよ、運営やりたいって人いれば声かけてください。はい、それでは本日のランキングバトル、第4戦終了となります。視聴者の方、参加してください。